アイヌ文化、アイヌ文化とは、アイヌが十三世紀、鎌倉時代後半頃から現在までに至る歴史の中で生み出してきた文化である。現在では、大半のアイヌは、同化政策の影響もあり、日本においては日常生活は、表面的には、和人と大きく変わらない。しかし、アイヌであることを隠す人たちもいる中、アイヌとしての意識は、その血筋の人々の間では少なからず健在である。 アイヌとしての生き方は、アイヌプリとして尊重されている。アイヌ独特の文様、アイヌ文様や、交渉文芸、言うからは、北海道遺産として選定されている。全時代の殺文文化とアイヌ文化の違いについては、エゾエゾの項を参照。アイヌ文化という語には二つの意味がある。一つは、文化人類学的な視点から、民族集団であるアイヌ民族の保持する、 文化様式を指す用法であり、この場合は、現代のアイヌが保持あるいは創造している文化と、彼らの祖先が保持していた文化の両方が含まれる。もう一つは、考古学的な視点から、北海道や東北地方北部の先住民が、殺門文,文化期を脱出した後に生み出した文化様式を指す用法である。殺門文,文化期の終わりに全く別の民族が、北海道に侵入して、 アイヌ文化を形成したわけではないということである。これは、和人が12世紀まで平安文化を保持し、13世紀から鎌倉文化と呼ばれる時期に移行した状況に近い。すなわちにない手は同じであるが、文化様式が変化したということである。ここで問題となるのは、アイヌ文化という語が、ある民族集団の文化と歴史上のある時期に存在した。 文化様式のいずれも意味するという状況のわかりにくさである。アイヌは現在も民族集団として存在しているが、現代のアイヌは知性に住みよろ老最終生活を送っているわけではないから、考古学的な意味でのアイヌ文化を保持しているとは言えない。しかし現代のアイヌは考古学的な意味でのアイヌ文化を担った人々の末裔であり、現代のアイヌの保持する文化様式も また、アイヌ文化と呼ばれる資格を持つのである。瀬川拓郎は2007年にこうした問題の存在を指摘し、中世から近世にかけての考古学的な文脈でのアイヌ文化を北海道考古学史上最も重要な遺跡の一つで、あるニカゼ遺跡にちなんで、ニカニ文化と呼ぶことを提案している。本校では、近世以前のアイヌ説において、考古学、 歴史学的な意味でのアイヌ文化について主に解説し、近代のアイヌ、現代のアイヌ説において、文化人類学、社会学的な意味でのアイヌ文化について主に解説する。考古学的な意味でのアイヌ文化は、鉄製鍋、漆器の腕、捧げ朱し橋、宝朱し,し、骨格器の狩猟具、酒量用の針盛り、 新天式の土葬など物質文化面での特徴を目印としている。また、アイヌ文化には地域によって才が存在していたことが知られている。マミア林造の北緯文化用はによると、カラフトアイヌは犬ぞりやスキーを使用するなど、オホーツク文化からの影響をうかがわせる文化要素を取り入れていたほか、近世に入っても河原家の制作、縦穴式住居の使用という、 北海道では中世アイヌ文化に限られる文化要素を保持していた。鎧の形状も北海道アイヌとは異なり、強硬と腰部の装甲が一体となった独特のものであった。カラフトアイヌはミイラ製作を行うという点でも注目を集めている。ミイラ製作はオホーツク文化圏でも北海道のアイヌ文化でも行われない。アイヌ文化が成立した時期のアイヌは古タ小 大体後6件単位で生活を営んだと考えられている。その後、15世紀頃から、公益や和人あるいはアイヌ同士の構想などから地域が文化的、性的に統合され、17世紀には和人から総大将と呼ばれる河川を中心とする複数の狩猟、漁労場所などの領域を含む広い地域を政治的に統合する有力な主張が現れていたと推察されている。 しかし、釈社員の戦い後には、商い場地行政や、場所受け負い制が発展、強化されることによって、場所ごとに分割されることとなり、アイヌの地域統一的な政治結合も解体されていた。また近年、アイヌ社会が極端な富の偏在を伴う、格差社会だったのではないかとの説が発表されている。瀬川拓郎は、文献資料や墓の発掘調査結果などから、 近世アイヌ社会は、カモイと呼ばれる主張、その下の階層である、西シパ、平民、そして霊族民であるウタレという四つの階層に分かれており、カモイに富が集中していたのではないかと指摘している。なお、アイヌは時には人と敵対したが、アイヌ同士でも一枚岩というわけではなく、時に武器を用いて、集団同士の構想が勃発していた。特に、ベナシクル シュムクルの対立は激しく、多数の死者が出る激しい戦もあった。幕府に戦いを挑んだメナシクルの長尺社員も、シュムクルの名が鬼菱と戦い、これを殺しており、さらに、尺社員の先代のメナシクルの長、カモクタインは、鬼菱に殺されている。アイヌ社会で犯罪が発生した折は、村長自らの裁量で被告に裁きを下した。一般的には、貫通罪は、 耳そぎか鼻そぎ、窃盗は、首都と呼ばれる梱包による情景、あるいは、アキレス建設団の刑に処された。愛の社会には明文化した法律が存在しなかったため、村長が温和な人物であれば寛大な処置が下され、反対に冷酷であれば厳しく断罪された。ただし、アイヌは、強大な統一政権を持ったことがないため、法律に関しても、部族ごとに異なり、地域差も大きく、 一とまとめに語ることはできない。北海道アイヌに死刑は存在しなかったが、カラフトアイヌには生き埋めの刑があったらしい。近世以前のアイヌの制御は、狩猟、漁猟、採取、山林、海洋、農耕お及び交易を組み合わせて、生活に必要な物資を確保するというものであった。酒を噛む一部やシペと呼び主食の中心と捉えており、 秋に遡上してきた鮭を大量に採集事業場の近くに構えた専用の加工小屋兼住居で簡単な燻製を施した干物にし保存食とした。これは自らの自給的な食料として重要であっただけではなく、和人との交易品としても大量に確保する必要がある主要産品の一つであった。農耕も行われたが、制御の期間をなすものではなかった。 ただしこれは農耕が不可能であったからというより、殺門文化期には後半に農耕が営まれていたし、1663年の鬱山噴火で埋没した東屋古町の高砂貝塚など、藍の文化期の畑跡も数多く発見されている和人との交易による経済に特化したため、交易品となる酒や重皮、猛金の羽などを大量に入手できるような、 制御形態となったのではないかとも考えられている。冷え、ピアパの栽培が古くから行われ、祭事に用いるトノトという土武録をこれから醸造した。他にアワ、ムンチロ、キビ、メンクルの栽培も行われた。これらを炊飯したものを落ちさすイエプ、かゆに炊いたものをおさよと呼んだ。大オウバユリ、トゥレプの球根、臨液から、採取、海上保存したデンプンと、 澱粉を採集した後のカスを発酵させ、乾燥を保存したものも主食の一つであり、この澱粉利用の伝統があったので、ジャガイモが伝わるとすぐに受容した。食生活の詳細は、釈社員の戦いが敗北に終わるとアイヌに対する、正木藩の作取体制は強化され、飽きない鉢行政、その後の場所受け追い制の中で、和人商人による私役労働に従事させられるようになっていった。 近世以前のアイヌの宗教はアニミズムに分類されるものである。彼らは動植物、生活道具、自然現象、津波や地震など、薬病などがそれぞれ霊性を備えていると考えており、これらの事物にはダマと呼ばれる霊が宿っていると考えた。また世界を自らの住む現世、アイヌモシリとダマの住む世界、カムイモシリに分けて理解し、ダマは 様々な事物に宿り、何らかの役割を持って、アイヌモシリにやってきていると解釈した。ラマはその役割を果たすと、再びカムイモシリに戻るとされた。またアイヌの神々は、絶対的な超越者ではなく、カムイが不当な行いをした際には、アイヌ側から抗議を行うということもあった。アイヌの宗教儀礼として最もよく知られる熊送りの一種、イオマンテは、 殺門文化機にはその痕跡が見られず、逆に、殺門文化機に、殺門文化圏に隣接して存在していたオホーツク、文化圏にその跡が見られることから、オホーツク文化圏からおそらく飛びにたい文化を経由して、アイヌ文化に取り入れられたものと推測されている。このイオマンテは、熊肉や熊の毛皮を、アイヌの尻に届けるために熊に宿ってやってきたラマ、を、盛大な共演を開いてもてなし、 多くの土産物を渡して、ラマの世界に戻っていただくという意味を持つ。アイヌの神事はカムイのみと呼ばれ、様々な神に対して行われるが、カムイのみを開始する際には必ず火の神、アペチフカムイへの祈りを捧げることになっている。またカムイのみには白木を加工したイナウと呼ばれる、騎兵が使用される。また、アイヌ社会では、揉め事の決着をつける際に、 サイモンと呼ばれる区形を行うなど、神前裁判の風習を色濃く残していた。しかしながら、こうしたことが、江戸時代及び、明治維新以降の近代国家建設中の和人からは、十分な理解を得られず、和人のアイヌ別紙に結びついたという説がある。四股担当などのロシア文化圏に近い場所に住んでいた、アイヌの集落には、教会が建てられている場合があり、 キリスト教を信仰していたとする報告も存在する。カラフトのアイヌなどにもロシア正教会が不況を行った報告がある。ただし、回収者はほとんどおらず、数名の回収者のみ報告されている。また、キリスト教への回収者は、他のアイヌから、ヌツアイヌ、ロシアアイヌと嘲笑された。一方、日露戦争に勝利して1905年から、ポーツマス条約によって、 カラフト南部を得た日本は日本語教育と合わせて仏教をカラフトアイヌに広げた。しかし、それでも多くのアイヌは古来からのカムリの信仰を守っていたと報告されている。また、明治以降では日本でも条件付きながらキリスト教の布教が認められたため、ジョン・バチェラーなどアイヌへの伝道を志した宣教師もいた。2012年。 北海道大学が行ったアイヌへの聞き取り調査によると、現在のアイヌは家の宗教として仏教、特に日蓮ま宗に所属している割合が高い。ただし、日本人の宗教意識と同様、特定の宗教への帰属意識が強くない可能性が指摘されている。近世以前のアイヌの住居は、地世と呼ばれる独特の掘ったて柱建物であった。基本構造は、 掘ったて柱に樹皮や足で拭いた屋根、同じく樹皮や足を用いた開口部の少ない壁面であるが、細部は地域によって違いがあり、例えば太平洋沿岸部でも小島半島から白尾にかけてのかやぶきの危機体地勢、白尾から十章にかけて分布する足吹きのチアリ危機体地勢、とカチからクナシ島にかけて分布する樹皮ぶきの柔らき体地勢などの種類がある。なお、 地世の面積は最大で100平米、平方メートルほどと考えられている。地世の内部は四角形の一軒であることが一般的であった。内部には炉があり、炉の正面の神座となる部分の背面には、カブイ、神が出入りするための窓が設けられた。地世の外には、エペレセ、小グマを飼うための檻、プー、食料庫、アシンル、便所などが建てられた。 こうした地世が数軒から十数軒集まり、古丹と呼ばれる村落を形成する。アイヌの集落には、地世の他に、茶師と呼ばれる空間が造営されることも多かった。茶師が造営された時期は16世紀から18世紀と考えられている。造営の目的は、未解明な部分が多いが、防御用の砦であったという説、富裕層の宝物庫であったという説。 儀式を行うための聖域だったという説、物見のための場所であったという説などがある。これまでに北海道内で500カ所以上の茶師跡が見つかっている。金星以前のアイヌは交易によって異文化圏から入手したものの一部を宝物として珍重していた。アイヌが宝物としたのは刀剣類、銀器、中国製の絹織物、エゾキン、漆器類、 猛金類の羽などが種であった。ちなみに、アイヌが最も珍重したのは、クワ型と呼ばれる金属器である。これは厚さ1ミリから2ミリ程度の鉄や、真鍮の板を V 字型に加工したもので、表面は、漆や、革、銀メッキされた金具などで装飾されていた。これは何らかの樹グであったと考えられており、原材料の高さや製造加工の困難さではなく、 この物体に宿ると考えられた霊力の強力さゆえに重視され、クワガタ以外の宝物は、ヤップ島の石かなどと同じように、希少材として、アイヌの有力者の間で流通していたが、クワガタは他人に譲られることはなく、持ち主が死ぬと岩陰などの隠し場所に隠された、真ゆくえ知れずとなり、朽ち果てていった。1916年、大正5年、夕張郡角田村。 元栗山町で発見されたクワガタ7個のうち4個が東京国立博物館に保存されている。中世のアイヌは、ザケ、ク熊や怪獣の我は、猛禽類の羽などを和人に渡し、和人からは絹織物や漆器など各種の写真品をもたらされていた。交益品としての酒を確保するために制御を、酒量に特化した集落も存在していた。 このように公益経済を前提とした制御構築は、薩文時代中期である9世紀頃に成立し、アイヌ文化に継承されたものである。また13世紀のカラフト信仰は、二部夫の中に存在した猛金の羽を集める職人を拉致するためだったのではないかとの説もある。一方、和人によってもたらされた、斜種品は富裕層が宝物として所持し、それらを 原始目セ的に消費することで、部族内での権威を担保していたと考えられている。カラフトや縁海衆との交易は、三端交易として、江戸時代にも継続されていた。アイヌは、和人との交易で得た、鉄製品や漆器を、カラフト経由に持ち込み、縁海衆の民族が持ち込んだ、新町の寒服など絹織物、鉄製品、ガラス玉などと交換した。 アイヌにはユウカラと呼ばれる交渉文芸が伝承されていた。ユウカラは近代以降一時的に衰退したが、現在では保存運動が展開されている。男性はデパ、ふんどしを締めてから上着を着る。女性は下腹部にラウンク、またはウプソルクと呼ばれる一種の低層体を締め、上半身から膝までを覆う T シャツ状の下着。 モールをまとった上で上着着る。気候の寒暖に応じて、テクンペ、鉄工、コンチ、ズキン、星、キャハンなどを身につける。また、儀礼の際は、男性は頭に、サパンペ、缶をかぶり、女性は、マタンプし、刺繍入りの鉢巻を締める。アイヌの衣装は、和服とした手が似ているが、筒袖で、おくみがない。また、合わせがなく、いずれも一重である。 上着には、イラクサの繊維から作られるテタラヘユタルベなどの、草皮ギヌや、毛皮、アザラシの皮、サケやイトウの皮などで作られる、羽織状の上着、獣皮、魚皮があるほか、おひょうや、シナノキなどの樹皮から繊維を取って作られるアットシュと、呼ばれる丈夫な樹皮が17世紀以降一般的なものとなった。さらに和人によって、木綿の衣装が大量に持ち込まれ、小袖や人羽織などは、 儀礼の際の礼服として定着した。中国からは三端貿易で絹のの衣装も輸入され、おのおの着用された。絹のの衣装はエゾキ金として和人に売られた。また、アット氏も道外へもたらされ、服として加工された。アイヌの送信具には、人カリ、イーヤリング、レクトンペ、チョーカー、玉イ、ネックレスがある。人カリは男女共に装着していたが、 レクトンペア・マサ祭は女性のみ使用する。ガラス玉を貫いたネックレスサ祭の中心には、シトキと呼ばれる金属板が取り付けられていた。このシトキの章は、和漢三歳図え巻十九にも見える。日本人の歴史としては、比較的新しい時代に位置する天武天皇四年に、シトキという丸い餅を捧げることが定められたと記されており、そこには、シトキを章して、 おかがみこれやとある。アイヌにも、部族ごとに、特徴的な入れ墨をする習慣があった。入れ墨は、精霊信仰に伴う神の象徴とされる大切な、ものであった。特に知られているのは、成人女性が口の周りに入れる入れ墨である。げを模したものであると思われているが、神聖な蛇の口を模したとする説もある。まず、年頃になった女性の口の周りを、 ハンノキの皮を煎じた湯で拭い清めて消毒する。ここにまきり、消灯の先で細かく傷をつけ、白樺の樹皮を焚いて取ったすすをすり込む。手術には、かなりの苦痛が伴うため、幾度かに分けて、小刻みに入れ墨を入れる。フィリップ・フランツ・フォンシーボルトは、北海道ウルサン・ビラトリのアイヌ集落に調査に入り、アイヌの入れ墨は女だけに行われ、まだ7。 八歳の女の子の上唇のすぐ上に、小刀で横に多発性に傷をつけ、そこにすすをすり込むところから始まる。口ひげのようになるが、両端が口角部で上に向かう。口の周囲の入れ墨が済むと、主肺と前腕の入れ墨が行われる。女が結婚するともう入れ墨はしないと記している。小シ,シーボルト、エゾケン分岐、ハインリッヒ本シーボルト、 東洋文庫 P41 から41から引用。また、男性の場合も、地域ごとに、様々な入れ墨の習慣があった。ある地域の男性は肩に、ある地域の男性は、手の水かきの部分に入れ墨を入れると、弓の腕が上がって、狩りが上手になるという言い伝えを持っていた。姿勢の風習は和人には、キーなものに移り、江戸幕府や明治政府によって禁令が出された。 明治政府による入れ墨禁止令は1871年10月に制定されたが、当時のアイヌ女性は入れ墨を入れぬと、神の怒りを解決婚もできぬと考えられていたため、あまり実効性が伴わなかった。そのため、1876年9月に摘発と懲罰を課すことに改められ、宗教的自由の抑圧が行われた。当時の日本に在住していたドイツの医師、 博物学者であるフィリップ・フランツ・ホン・シーボルトは、明治政府の施政近令に困惑するアイヌ民族より、この近令に対する意義をシーボルト側から働きかけてもらえないか、愛願されたとの記録が残っている。現代では、特に重要な行事において、フェイスペインティングとしてアイヌの女性が口の周りを黒く塗る事例もある。ニュージーランド先住民のマオリの間では、 女性の顔面への入れ墨の習慣が復活しているが、アイヌ民族特有の入れ墨は、行事の際にペイントによるフェイクに止まっており、本格的な伝統風習の復活にまでは至っていない。アイヌは、文字の暦は使用しなかったが、代わりに、口頭で伝承される暦を持っていた。アイヌはその歴史の中で文字を持たなかったが、明治時代、沖縄と同様には羅山が残っていたことが、 確認されている。なお、わらさんは、縄の結び目に意味を持たせたもので、アジアでは、ふっつぎの欠場、アメリカ大陸では、キープ、インカが知られている。和人や、大陸の民族など文字を持つ、文化圏と交流があったが、アイヌは彼らから、文字の使用を受け入れることはなく、マサキハンなど、和人側でも自らの悪行を書き残されることを恐れ、アイヌに文字を伝えることはしなかった。 そのため、明治以前、すなわち北海道が正式に日本の領土に組み込まれ、日本への同化政策が行われ、日本語を強制されるまで、アイヌは文字を持って、自らの記録を残したり書物を編纂することはなかった。それゆえ、現在のアイヌの明治以前の文化を知るには、和人視点からの書物が中心となる。現在、アイヌ語は日本語のカタカナや、 ローマ字を持って転写する方法が考案されている。なお、北海道にて発見された古記物に刻まれている文字のようなもの、いわゆる北海道遺体文字がアイヌ文字と呼ばれることがあるものの、学術的にはアイヌが文字を持っていたというは指示されていない。アイヌの伝統楽器にはバラライカ、バトーこと、太鼓、黄金などが存在した。なお、現状は だったのではないかという研究がある。また、江戸時代中期の国学者である、上田明成は、岡奏でる自画像を描いた。アイヌは、衣服や道具を伝統的な文様によって装飾していた。こうした文様は13世紀頃のアイヌ文化の成立時には存在していたのではないかとも考えられている。アイヌは、製鉄技術、砂鉄や、 鉄鉱石から純度の高い鉄を生成する技術を持たなかった。そのため、鉄を和人や大陸から輸入していたとされる。ただし、鉄製品の修復方法は知られており、鉄製品の修復や古い鉄を溶かして別の製品に作り替える炭屋氏が存在した。彼らは村落に定着した者も,もいれば、村々を回り巡回する炭屋氏もいたようである。ただし、 近世以降の本州方面からの大量の鉄製品流入に伴い、古い鉄製品を再利用する必要性が薄れたため、このようなタイヤ紙も次第に姿を消していったと考えられている。江戸時代初頭より、北海道、唐ト、千島など、江戸地は八十箇所ほどの場所と呼ばれる家臣の地行地に分けられ、長らく、正木藩領となっていたが、1799年に、 東江戸地が江戸幕府に上地されたのを皮切に807年の松前や柳川天保により江戸地及び和人地が天領となった。1821年には江戸地全土及び和人地が一旦正木藩領に服したが1855年に函館が開港されると翌1856年には小島半島南西部の和人地の一部を残し再び天領とされた。 正木藩が支配していた時代は、アイヌが日本風俗に貸し締まぬようにすることを規定としており、アイヌが日本語を使用したり、傘やミノやゾウなど、和人風の服装をした場合は、罰則があった。しかし、江戸幕府の支配下になると、逆に正木藩が禁じていた傘やミノやゾウの着用を解禁。同時に、幕府は髪型や衣服。 名前を和人風に変更することを推奨し、入れ墨やヨマン手、熊送りなどの伝統文化を禁じた。しかし、あまり普及しないままに終わった。1869年、明治政府は和人と同様に北海道に居住するアイヌの戸籍も作成した。この年、明治政府によって置かれた北海道開拓史は、言語も含め和人と同様の学校教育を行い、施行された法律なども、 和人と同様アイヌにも一律に適用した。結果、アイヌの伝統的な生活文化の衰退を招き、アイヌが制御を営んできた土地や資源を、アイヌ古来のしきたり通り利用できなくなったことは、否めない。また1875年に、明治政府は、ロシアとカラフと、千島交換条約を締結したことにより、 日本国籍を選択したカラフトアイヌは北海道へ移住した残りたいものは現地に泊まった一方生活物資補給の問題や国防上の理由から千島アイヌは四国担当に移住させる政策も取った1899年には北海道旧土人保護法が施行され明治政府はアイヌへの日本語教育などは人への同化政策ただしアイヌの指定は 魔人の指定とは別の学校に通わされたを、さらに推進した。これらの学校では、アイヌ語やアイヌ文化は教えられることがなく、また、アイヌ文化については、否定的に表彰されるなど、近世アイヌ文化の破壊はさらに進んだ。アイヌ文化の研究者はいたものの、アイヌ語やアイヌ文化の膨大な資料を残した、近代地教助でさえアイヌを滅ぶべき民族と、捉えるなど、偏見は根強かった。 結局、こうした状況は、第二次世界大戦に、日本が敗れるまで続いた。一方、近代になると、アイヌ文化を学術的に研究したり、記録したりする試みが行われるようになった。これは、和人の研究者とアイヌの研究者が中心となった。主な研究者としては、ユーカラを記録、翻訳した、チリユキエ、アイヌ、アイヌ語研究で知られる、近代地京介。 和人と、チリマシホ、アイヌなどが挙げられる。二十世紀初頭、バッチェラーやいこ、伊勢北と、森武武一ら、アイヌの歌人が登場し、近代、アイヌの置かれた境遇を短歌など、文学の分野で表現し始めた。彼らの作品は現代までアイヌの思想に影響を与え続けている。後に、国会議員にもなった、茅野茂、アイヌらは、アイヌ文化研究と、 資料収集を進め、各地に資料館や博物館が建設された。1970年代後半から、アイヌの伝統文化復興の機運が高まり、ビラトリ町、白追、旭川などで、イオマンテが行われた。また、1983年には、屈舎ロコで、島袋の礼を送る儀式も行われている。札幌では1982年より豊平川で、 鮭の素状を迎える儀式、アシリチェップの実が行われるなど、アイヌの精神世界を見直す動きが1980年代前半に相次いで見られた。伝統舞踊については、北海道内で保存会が20存在し、うち17件はアイヌ古式舞踊の名称で1984年に国の重要無形民族文化財に指定されている。 また1997年には、アイヌ文化の振興並びに、アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律が制定された。国会議員となった、茅野茂は母語である、アイヌ語で国会質問を行ったり、アイヌ辞典を編纂するなど、アイヌ語の保存に取り組んだ。アイヌ古式舞踊は2009年にユネスコの無形文化遺産に登録されている。 アイヌの伝統的な集停である板尾オマチプを復元する活動も始まり、2、風谷ではチップ三家、船卸ろしの儀式が開催されるようになっている。また、知床地域で観光資源として板尾オマチプを建造するグループもある。なお、うたりを統括する団体であるうたり協会は毎年アイヌ文化祭を開催している。アイヌの歴史の積極的な表彰も始まり、 毎年9月23日には、新平加町で、釈迦院の追悼法要が開催されている。また相手アイヌであることは強調しなかったものの、砂沢ビッキは彫刻家として、世界的な評価を得た。近年、隣接する文化圏以外の文化要素を取り入れたり、他地域の先住民と交流する動きも、活発になっている。アイヌとジ人の根血である大きは、 カラフトアイヌの伝統楽器である、トンコリ演奏を、レゲエや、ブなどの音楽に持ち込み、いわゆるワールドミュージックの音楽家として、世界的に知られている。また同じく、アイヌとアジンのハーフである、坂井兄弟が中心となって結成されたアイヌレブルズ、は、ブなどのヒップホップ音楽とアイヌの伝統舞踊や、アイヌ語の詩を融合させた作品を発表している。 他地域の先住民との交流活動も近年は珍しくない。札幌を本拠とするグループのアイヌアートプロジェクトは2000年に北米のトリンギット族と音楽や舞踊で共演したほか、ハワイのマウイ島で毎年開催される国際カヌーフェスティバルに参加しての板をオマチプ建造なども行った。また2007年には浦川治作りら関東のアイヌが 横浜にてハワイ先住民の伝統カヌーの他のカムイのみを開催した。アイヌ文化には土地の私有という概念はなく、その代わりに古丹が入会権を持つ入会地や魚場が存在しており、古丹で必要な生物資源は基本的にその古丹の入会地から調達されていた。こうした入会地をイオルと呼ぶ。イオルは伝統的生活空間と訳される。文化における 入会地とは異なり、イオルは生物資源調達の場であると同時に、祭祀などアイヌの精神文化とも密接に関わっている点に特色がある。しかし、明治時代以降、アイヌ文化に対する理解を欠いた政府の政策により、イオルを基盤としたアイヌの生活様式や文化は破壊され、今日までに失われてしまった。そこで近年、問題となっているのが、イオルの再生である。 1996年には内閣官房長官の指摘諮問機関がイオル再生を政策の一つとして検討対象とし講演形式でアイヌの伝統文化継承の場としてのイオルを復活させるという提言をまとめた。1998年には北海道が有識者とアイヌの代表者による懇談会を発足させ、1999年に 伝統的生活空間の再生に関する基本、構想がまとめられた。2000年には、国土交通省北海道局、文化庁、北海道、アイヌ文化振興、研究推進機構、北海道うたり協会が共同で、アイヌ文化振興投資策推進会議を設置し、イオル再生を含めた、アイヌ文化の振興策を検討。 2002年に7箇所をイオル再生の候補地として選定した。しかし、こうして選定された再生イオル制度の使い勝手の悪さを指摘する声もあり、必ずしもイオル再生が順調に推移しているとは言い切れない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。